大殿大殿の変革東京タワーより境内を望む。中央が大殿境内の長官図。増上寺は東京都港区芝公園4丁目にある浄土宗の仏教寺院。3号は三円山。三円山広土院増上寺と称する。旧世紀空海の弟子周永が武蔵国貝塚に建立した光明寺が増上寺の前身だという。その後、 室町時代の明徳四年、浄土宗、第八外に誉れ聖里市の時、新言宗から浄土宗に改修し、事後も増上寺と改めた。この聖里市が、実質上の回帰と言える。回帰聖里市の弟子には、松平氏宗家第三代、松平信光回帰の信仰明寺解山尺誉ま光あや、松平氏宗家第四代、松平近方田回帰の大恩寺解山、 両赤月経前がいた。また松平地方田の第四子で浄土宗総本山地音院二十五世の長与孫牛や徳川将軍家菩提寺大樹寺海散の勢い、誉れ具帝はいずれも清里氏の孫弟子であり、中世から松平氏や徳川氏とのつながりが深かった。中世以降、徳川家の菩提寺となるまでの歴史は必ずしも明らかでないが、通説では、 天正18年、徳川家康が江戸入府の折、たまたま増上寺の前を通りかかり、源の誉れ損を商人と対面したのが、菩提寺となるきっかけだったという。貝塚から一時日比谷へ移った増上寺は、江戸城の拡張に伴い、慶長3年、家康によって現在地の芝へ移された。風水学的には、漢栄寺を江戸の鬼門である上野に配し、 裏木門の芝の抑えに、増上寺を移したものと考えられる。また、徳川家の菩提寺であるとともに、断輪が置かれ、関東十八断輪の筆頭となった。なお、遠方八年六月二十六日に行われた、将軍、徳川家綱の法要の際、武行の一人で、島国賭藩主、内藤忠勝が同じ武行の一人で、丹後国宮津藩主、 長い直長に切りつけるという人情事件を起こしている。なおテレビドラマ、水戸黄門、第17部においては、この一件が、水戸光国の旅立ちのきっかけとして描かれている。また、元禄14年3月に、江戸下校した直主が増上寺を参詣するのをめぐって、畳み替えをしなければならないところ、皇家の吉良義シが、直主教王役の浅野長則に、畳替えの必要性を教えず、 これが3月14日の電柱人情の引き金になったという総話が文学作品中心蔵で有名である。畳替えの件が史実であるかは不明。なお、長野は内藤忠勝の意である。明治一新直後には新東国協計政策の下、半官半民の神物、共同共同職用制機関である大教員の本部となり、大教員神殿が置かれた。参道には、 通常は神社に建てられる鳥居が置かれた。後1874年1月1日、廃物主義者により放火される。徳川幕府の崩壊、明治維新後の神仏分離の影響により規模は縮小し、境内の広範囲が芝公園となる。太平洋戦争中の空襲によって、徳川家霊廟、五重塔をはじめとした遺構を失う大きな被害を受けた。 東京タワーの建設時、増上寺は、墓地の一部を土地として提供している。なお、この付近の町名や、地下鉄の駅名に使われている、大門とは、増上寺の旧、宗門のことを指す。2021年現在の大門は1937年に、東京市が市民の寄付を募って改築したコンクリート作りのもので、ある。優勝院霊病手労及び直学。 角優勝院霊病直詞門蔵上寺には徳川将軍15代のうち6人は葬られている。第二次世界大戦前には大徳院霊病、高志原院霊廃所、文明院霊病、優勝院霊病が旧国宝に指定されており、その壮大さは日光東将軍に引けを取らないものだったが、1945年に2度の空襲があり3月10日に、 北病68棟が被災、続く5月25日に南病28棟が被災し、その建造物群のほとんどを消失した。2021年現在は、大徳院霊病の門4棟、優勝院、霊病に天門、文みき院霊病奥院注門、並びに文みき院、優勝院等の宝刀発見を残すのみである。文みき院伝霊病拝殿内部焼け残った。 建築のうち以下のものが重要文化財に指定されている。これらの霊廟に祀られていた遺体は1958年調査発掘され、その後霧が野菜場にて仮装された。徳川家墓所は増上寺安国殿の裏手に移転している。同墓所の入り口の門は元は踏み焼印霊廟の奥院の注文だったもの。霊廟跡地は東京プリンスホテル。 ザ・プリンス・パーク・タワー東京となっている。秀忠夫人の旧、高志原院礼拝所の一部が商法4年に、鎌倉県庁寺に建て替えのため移築され、現存する。増上寺に隣接する柴島将軍は、元は家康を祀る、増上寺愛国殿であったが、神仏分離令の折に独立し神社化された。暗国殿は、増上寺の中で有力なシーンで、寺は、 反対したが、独立を阻止できなかった。改装後の増上寺徳川明墓所に立つ砲塔と、被装者は、下記の通り。芝公園へ葉が空き、歌川広重、名所井戸百景増上寺等赤羽他に、旧、国宝建造物の解散堂があったが、五0棟などと、共に、第二次世界大戦で消失した。重要文化財の大徳院霊病総門と、優勝院。 霊廟に天文は、増上寺ではなく、個人の所有である。周辺の地名や駅名としても使われている、大門は、増上寺の旧、草門のことを指す。大門は、増上寺が、明治維新の上知令により、治療が奪われるなどして、経済的に困窮し維持できなくなったため、東京府に寄付され、東京府の所有となっていた。前日の通り、 現在の大門は1937年に東京市が市民の寄付を募って従来の遺装のまま高さを1.5倍の5.25メートルにしコンクリート作りで改築したものであるがその後何らかの理由で東京都の財産目録から抜け落ちてしまい所有者が確認できなくなっていた増上寺では1974年頃から東京都に大衆整備の一環として 大門の常与を求めていたが、東京都から財産目録にないものは常与できないとされて応じられず、長らく所有者不明のまま放置されてきた。その影響もあって大門は老朽化が進んでしまい、東日本大震災で河原の一部が落下して安全性に不安が示されたこともあって、2011年に地元企業で作る大門新公会から増上時に大使大門の 塗り替えの依頼がなされたことからマスコミなどでもこの問題が取り上げられて返還の機運が高まった。その後、東京都が調査を行い、都の所有物であり、都の財産大帳から誤って抹消されたもので、あると認めると同時に、大門の建物としての鑑定を行い資産的価値はないものとして、増上時に無償で譲与することを決定。 2016年3月25日に、東京都と増上寺の間で契約書を取り交わし、東京都から増上寺に返還された。2016年4月現在、増上寺は、港区に大使大門の文化財登録を申請しており、港区は、この申請をもって、駆動場にある大門の道路占有料を免除するとの方針を示している。また、 増上寺では2016年度中にも屋根瓦の改修、塗り替えなどを行うことを予定している。内は何代目かを記す。1893年のハ水イと、ベザイテンテレビ番組の中継や、企業のパーティー向けに境内を貸し切ることが可能である。古くは1980年代に、音楽番組、ザ・ベストテンで、吉川浩二が、境内からの中継を行ったほか、 2010年代にもフェラーリの新型車458スパイダーの発表会及びパーティーの会場として使われている2011年から2012年にかけての年越しの様子ありがとうございます。